はい、皆様どうも、マフローです。それでは妖怪ウォッチ続きやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、夜まで、時間進めておきました。結構これ時間かかるんですね、夜まで。もうこんな設定いらないけど正直。はい、じゃあ行ってみます。どこ行けばいいかね。来るな来るな来るな。ダブルバーガー。あれ、前と地形変わってる。あそこは入れないし。現場でも1回って言ってたよな。出れない、もう来んなよ。どこ行けばいいんだろうな。あ、降りてくんのかよ。ほら、一回上に行かなきゃいけないっぽいな。どこまだ使わなくても大丈夫そうだ。取り憑かれた。反射してくるだけ。あそこか。いた。追い出すつもりもないけどね。ボケって言われたから倒すしかないから。
よし、倒した。よし、お、戻るぜ。よし、どう、ちゃんとライトをつけてる。ちょ、おまわりさんの前通って歩道されないのかな。おお今のタイミングなら引かれてるだろ普通。着いた着いた。いつも役に立ってないやん。よし、ボーナスチャレンジ。ウィス。爆発すんの。大当たり、大当たりなのか。おお、よし、じゃあこのアイテムをコマさんに使おう。あ、そうか、今度こそカンチの家に行かなきゃいけないけど、夜で行っていいのか。まあ向かうだけ向かってみっか。ダメなら出直そう。よし、おー、遊びに来たぞー
追い返されました。やっぱり夜には無理か。お、 B ランク。戦ってみよう。弁慶強そうじゃないか。やられたりして。やべえ。倒した。さすがに一発じゃ仲間になってくれねえか。とりあえずしゃあねえから家帰るか。寝たら朝になるかな。夜になるまでも結構長かったんだよな。そして自宅がわからない。どこだ自宅は。ここだっけ。こだま家一回違うな。全然知らないところだな。家どこじゃ。お、帰ってこれた。寝よう。なんだ、ここで夜まで寝ればよかったのか。肝心とこ行くか。追い返されたからな。突撃。はい。広い家だな。いた。
なんで一緒に行かない？お菓子は？お菓子持ってきてくれるっつってたよ。いつか、気は済まないが見ておこうか。ああ、そうなんや。いいことを聞いた。ナマハゲには降参しよう。一緒に行けばよかったじゃん。
気が不純だな。また夜にならなきゃダメ。絶対夜に来るっていうでしょ。目の前にいるよ。やっぱり夜になったらか。ドラクエみたいにさ、昼夜ひっくり返すアイテムないのかね。分かったからすぐっちゃすぐだけどね。はい、夜まで寝よう。ボスになるよね。じゃあ一回コンビニセーブして切りますか。はい、それでは一回ここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。